どうもタブヤンです。さあ始まりました J リーグウイニングイレブン。ツートップですね。そうみたいですね。やっていきましょう。ガンバフォーメーションは前回と同じ形をとっています。通らない。さあ相手は今回サンフレッチェ広島。競り合います。カットします。前回ねアマチュアでかなり勝てましたのでレベルを1個上げました。本当はね2試合やるべきだったんですけど。いいワンタッチです。オッケーチャンス放った。あーフェルナン・ジーニョ。アマチュアからスタンダードにもう、2試合待たずに、難易度上げました。さあマグナ・アウベス、フェルナン・ジーニョ、二川が休養から戻ってきました。その代わりね中盤はヤットさんとか、今回休みですね。そしてカジの代わりにイリエ、これは3人いますよ。わあ狙いすぎた。いい守りを見せました。指示くれ前から詰める。ああかわされた。安田時間かけていこう。時間かけてプレス。オッケー。マグナーベスからフェルナンジーニョからイリエ。バットつながったか。マグナーベス、イエーイ。ナイス連携、イリエとマグナーベス。さあスタンダードもね2試合勝てば、上のレベル上げていきたいと思いますよ。ナイスゴール。そして今季3ゴール目ということになります。イリエをこれだけフリーにすればね本人にとっていいきっかけになりそうですよね。最後パス、サンフレッチェディフェンダー固まっております。ナイスゴール。先制しています。まあね1点先制しましたけどね。さあチーム力を上げていこう。返されることもありますからその辺は注意したいですよね。さあイリエだんだんとこう2人で行け。2人で差し掛かるところで。オッケー、ナイスカット。というケースが多くなっていませんか。大きく前へ蹴ってマグナウベスヘディング。二川逆サ、これはやばい。カード出るぞ。ここで主審に呼ばれています。ああイエローで助かったな今のは。ちょっと操作ミス。完全に後ろから行っちゃったね。ボールに当たってなければレッドカードでしたね今。おっと指示くれ。おお藤ヶ谷とちょっと連携良くなかったよ今。フェルナンジーニョ。フリーキックになります。フェルナンジーニョ、二川からフェルナンマグナウベス振り向いて、あーあれは打てないか。左足苦手かマグナアウベス。あとは正確性ですね。右へ出した。どんまい前からプレス。オッケー、フェルナンジーニョかわしていった。あーファウルじゃないの今の。おい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 、キーパーのファウルじゃないのか今。明神、さあ明神が、橋本の代わりに出ております。これはタイミングが合いません。そして実吉、ね、感覚が逸れたかもしれませんね。安田、明神、さあ戻して、さあこ明神が上がってきて佐川自分で行く。中来てるぞ。あー違うな、中と合わない。右のスペースからジーニョ、クロスが上がった。二川クリアか。マグナーベス、オフサイドはない。行くか二川。おお。危ないところでした。おっと競り合います。おっと入江こかされて安定した攻めを見せています。逆サイド、ああ。おっとこれはそこじゃなくて安田に出したかったんですよね。今の場面ご覧いただきましょう。回して前田、ああ開いちゃった。そこダメだよ。戻ってこい戻ってこい。オッケーオッケー戻ってきた。さあここまで上がってきました。ああかわされ た, 頭で合わせた。キーパー、ナイスキーパ ー, ー危ない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 。残念です。そうですね、サンフレッチェいい攻めを見せてきました。オッケー前前へ前へ行こう。安田、安田マグナーベース、いい攻撃来た。安田狙っていった。ああ、これはわずかに左でした。惜しい。安田とマグナーベス重なっちゃったね。いい感じですよね。ああやって枠に入れたかった。枠に入れればゴールだった。
さて北澤さん、ナイスセットガンバ今のところ1点リード。安田いけー、この時間帯から急に一人で行け。マグナブス走ってる、パスもよく繋がってますよね。あーちょっと蹴りすぎた。スタンダードレベルだったら空中戦に勝てるのが大きいね。だいぶね違うんだよね。カメラさん、カメラさ ん、よし空いてるよ。イリエもっとサイドを使えというようなアピールをしてましたね。そうですか、もうちょっと前ボール。ガンバ前半で1対0、得点後もまだ流れは変わっていませんか。フェルナンジーニョ、得点してからはナイスボール。逆サイド突破の動きは見られませんけども、相変わらず高速ですよね。明人走ってきた、あっと繋がった、入れた、あーダメか、かろうじてクリアしました。クリアボールを受けます。二川キープして右へ回す。フェルナンジーニョ前向いてシュート、シュート、これはエリア内で余裕が持てるね。思い切って打ってきましたね。いいシュートでしたよ。フェルナンジーニョ力のあるシュートでした。さあ前半の40分を回りました。ナイスヘッド。ガンバ若干押しています。一旦預けてもう一回フェルナンジーニョに使います。マグナオベス田川ここで待っている。いい形でセンタリングのタイミングが合わないね、真ん中とね。そこへ入れてきたんですが、ここはしのがれています。入り江、おっとスルーパスを出してくる。よし安田、ボールは普通に上げて、おーロスタイムなし。明神コーナーキックになります。コーナーでも点を決めたい。ここは一難逃れます。競り合ってなあ、右に送ります。終わりか。森崎1点止まりか。おっとここで前半課題が残る前半でしたね。さてよし後半2点入れようぜ。焼肉の電が左の肩についております。守りも悪くないですしね。なるほど、さあもう一回行こう。ここまでの流れですが、前半40分過ぎしっかり支配して今後半が始まりました。ガンバ大阪リハビリ中。エンドが変わって右にサンフレッチェ、左にガンバ。フェルナンジーニョゴー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 。コマノ結構優秀なメンバーいるんですよね。ここは阻まれています。サンフレッチェ、戸田和幸、いいプレッシャーだ。元日本代表森崎、牧野現日本代表ですよね。回します。マグナブスプレス、あおファイルか。今のはファールです。さあ下がってカウンター方式でいきたいな。前半は支配率高かったから、まあ、フェルナ効いていました。OK、マグナウベスに預けて、みんな上がってこい、上がってこい、上がってこい。どうする、競り合った、あーと競り負けた。森崎和幸、ここは繋がりません。うお2人で、おナイスカット明神、おファールです。イエロー、森崎にイエロー、いいね。ボランチにキャプテン、ご覧ください。直接縦に出しましょうか、縦に。ほらいいところ出した。ここあー惜しい、狙いは良かったんだけどな。フリーだったからね。頭でつなぐ、おっと競っていく、今いける。おっと2人で、2人で、オッケー。もう一回宮本が、これが繋がらない。そしてルブオッケー、フリー、マグナブスフリー、あーヘディングのトラップが下手だった。今いいループパスだったんだけどな。頭で繋いで、おーファール、ファール、ファール。フリーキックとなります。レーダーをしっかり見てね。ここうん、激しいチェックに行きます。ウェズレー、ナイスキープ。センターフォワードがここでキープしてるよ。ディフェンスラインで回します。安田トラップできる。ここには誰もいない。縦へ明治、あースルーして、どうする。北川オッケー、タイミングが合わない。前へボールが出て、あーダメだ。ちょっとこれは読まれましたね。後半ちょっと良くないね。前へゆっくり送ろうという場面です。パスをつないでいく。
この辺が上に上がれない理由になっちゃうぞよ。横へ動きます。入江。コマの激しいマークを見せます。ああ厳しいフェルナンジーノナイス。クロスが。アリクロストラップできるか。ああできない。頭でクリアします。左へのクロスが出たんですがここでは通りませんでした。よし。フェルナンジーノこじきで。クリアしたのはエリア内での個人技のね能力ねドリブルのそういうのを身につけたいな。ここはウェズレイしっかりキープするなウェズレイ。さあここまで押し上げてきました。フェルナンジーノ行け。ウェズレイおおやばいぞこれもやばいぞ。ナイスカット。もう一回行けもう一回上げさせな上げさせられたダメだ。シジクレイ最後のディフェンスはシジクレイと宮本。この2人のツートップにボールが絡んできて。いや防戦一方だな。ここは防がれました。これもでもいい練習だ。フレッチャ今一つ思うように攻めきれていません。うわカットできたぞ今。明治誰かアップを始めたようですね。動くかもしれませんね。なるほど交代があるようです。そこはシジクレイでしょ。おーナイスカット。よしいい守りです。フェルナンジーノナイス落とし30分を過ぎています。ループパスもう一人いた。ちょっと合いません。いやディフェンスディフェンス。オッケーナイスカット2人で。おいさあ落ち着こう。ちょっと落ち着こう押されてるからね。中盤のプレイヤーです。一回下げましょう。おい逆サイドに展開してまずボランチに落としてから逆サイドフリー。イリエに一回フェルナンジーノに当ててのいいよこれ。マグナアベス、マグナアベスがいない。合わない。ああカットされた。森崎。おしナイスカット。中に一人いる。フェルナンジーノ、マグナアベス。いいディフェンスを見せます。左へ出す。よしサイドからもう直接上げろ。さあ正面だ。フェルナンジーノ来た。ああ。これ惜しいな。触ったんだけど先に。明神。明神からの。入ってきた。ああちょっとボール悪い。遠藤とはそこは違う。左へ送ります。いいチェックだ。よしナイスカット。ファールですか。ファールです。イエロー1枚もらってるからね二川。マグノアウです。ここでベンチへ下がります。はいお疲れバンド。やっぱりリードしてることもあってね逃げ切ろうということなんでしょうね。なるほどバンド1点取ろうぜ。ヘディング。まあ逃げ切るのもねサッカーの。さあ動きが速くなる。バンドだよねあれバンド。細かく切る。フェルナンジーノフリーフリーフリー行ったか。ですが北澤さん、このレベルだとドリブルさせてもらえるんだね。切り込みましたね。そうなんですよね。ああいったプレーが相手にとって脅威になる。あ、フェルナンジーニお疲れ。フェルナンジーニここで入れ替わります。これはもう1点で守り切るっていうことだね。こういうクロス繋げてた場面あったんでしょうね。今日はいい仕事をしたと言えるでしょうね。いい仕事した。バンド。さあ松岡。これ一人でいける一人でいける。中の味方は3人。ミヤー二川おー決めきれない。コーナーキックに変わります。かーナイスキーパーだね。打ったらすぐ動かないといけない場面ですよ。さあショートを使います。松岡コースを探す。二川フリーでドリブルしてシュート。いやー完璧。落ち着いてる二川。やっとさんがいないときはこの人だ。頑張っ。ナイスゴール。どれとなるゴールでしょうか。ショートカットショートコーナーからのね見事なキック。あードーフリー今シーズン初ゴール、サポーター完了。いやでもちょっとまだまだ満足できませんね。もうスタンダードでね。はい、ここはもうこのレベルだとあと 2,3 点は取りたかった。頑張っ勝利を得ました。アウェーで北澤さん勝てたから良しとしましょう。一言いただけますか。ガンバとしては非常に前向きでしたよね。そういうところが結果に結びついたんだと思いますよ。選手たちの調子も良さそうでしたね。うん、そうですね。それでは試合を振り返ってみます。前半10分マグノアウベス先制となるゴールを奪いました。そうなんですよね。途中いい形でつなげてましたからああいった波に乗れる攻撃ができたんだと思いますよ。
それから終了間際でした。二川、もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。はい、そうですね。申し分のないキックだったんですけど、シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。そして今度は試合終了後のデータを少し見てみましょう。ガンバ、支配率でも上回っているんですよね。それだけにボールを扱う機会が多かったということですからね、当然の数字なんでしょうね。加えてきっちりと前線に運べたという点においてもいい評価できますよね。ご覧の通り結果は2対0、ガンバ見事試合をものにしています。さあ、そろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けいたしました。皆さん、またお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。次回もね、あと1試合スタンダードで修行を積みたいと思います。さあ、負けなしでプロフェッショナルに進むぞ。それではまた、さようなら。